久保さん。まあ今ノーリスクで起業できますからね、ゼロ円で。うん。まあ僕もこのゼロ円企業できなかったら、今ないっすね。<laughs> 本当に <laughs>。ありがたい時代ですよね。30年前、ないっすよね、ゼロ円企業とか。なかなか難しいですよね、30年前にロ円企業 <laughs>。まあ本当ね、あのー、場所選ばないし、ネット回線も、 もうどこでもあるじゃないですか。本当にふ、僕びっくりしたのが、ほ、あの、あれですよ。北海道の宗谷岬。一番最北端にも Wi-Fi、道の駅 Wi-Fi あるし、最南端、サタ岬。え、こちら Wi-Fi あるっていうね <laughs>。<laughs> やばないですか。ネットどこでもあるので、まあ満喫もいっぱいあるし、本当車の中でもね、 なんか僕はあの、宗谷岬からセールスしてましたからね。宗谷岬から <laughs>。宗谷岬着いた瞬間にセールスしてましたよ。で、車の中で売ってましたけど。車の中でワンツー動画撮ってましたけどね <laughs>。 そうほんと変わんないですね。だから移動しながらセールスして、まあ鹿児島からね、北海道の最北端、宗谷岬まで行ってたんですけど、車の中でセールスして、車の中で納品して、車の中でお礼動画、ワンツー動画撮って、みたいな。で、満喫でね、動画僕たい,いっぱいあるんで、満喫寄ってバーッとアップして、みたいな。もはや満喫の前で動画撮って、満喫、もうスタンバイ状態にして、満喫入ってすぐアップするみたいな。もうほんとね、どこでもあるんで、 場所選ばないっつうのはね、マジでいいっすね。うーん。まあ、久保さんもね、今ね、あのー、なんだ昔は公園のね、あの、都心部、広島の都心部で、あの、事務所でやってましたけど、別に変わんなくないですか <laughs> 大したら変わんないですよね。変わることがするとするならば、ま、あ立地が良かったから毎日セミナーやってたっていう部分あるけど、今はさすがにね、あの、隠居してますし、まあ、あの、 交通便は、まあ昔ほど良くないので、来づらいっていう部分もあるけれども、それでも来たい人は来るだろうし。まあでもまあ、どこ行ったとしても、やること変わんないですよ、本当に。まあ動画撮るんだったらカメラに向かって喋るだけですから。まあブログ書くんだったら、パソコン開いてどこでもブログ書けるし。メルマガも一緒ですよ。だから、この、店舗がいらないビジネスですよね。店舗、店舗不要ビジネスみたい。 店舗いらないですよ。本当に。だから逆に、だから、あのー、まあ、今回のね、コロナでもいろいろ騒がれましたけど、都心部にね、みんなね、あのー、高い家賃払ってね、オフィス、意味あんのかと思うだから、去年の2月かな、GMO の熊谷社長が、あのー、リモートワークにしたけど売り上げ変わんなかったみたいですね。<laughs> リモートワークにしたけど売り上げ変わんねみたいな。 これバカ高い賃料、意味あんのかみたいなね <laughs>。まあ、もうあれですよね。見えですよね。都心部にあの、都心部の渋谷の一等地に多分構えるって、もはや見えだと思うんですよね。見え。だってネット、本当、どこでも変わんないですからね、やること。うん。うということで、まあ、あのー、 まあネットビジネス、本当、マスターした方がいいと思いますよ。で、余剰資金。ネットビジネスで本当に軍資金がいくらでも作れるっていう状態で投資やるべきなんですけど、まあ、みんなね、そうじゃないんですよね。なんでかなと思うんですよね。確かにネ,ネットビジネス難しいかもしれないですけど、でも投資の場合はお金失う確率高いじゃないですか。初心者がやったら。ね、市場の9割ぐらいですか ?8 割かわかんないですけど、 まあ、負けてる人の方が絶対的に多いじゃないですか。でも、ネットビジネスって負けないんですよね。お金失わないんで。うん、僕の中ではネットビジネスにおいて負けはないと。でも、投資において負けはある。なぜならば損失するので、お金を。うん、100万かけて100万失う可能性ありますからね。ネットビジネス YouTube やって100万失いますかブログやって100万失いますかまあ、ないっすね。 ツイッターやって100万失うんですかフェイスブックやって100万失うんですか費用かかるんですかインスタグラム、<laughs> 初期費用かかるんですか ?100 万失うんですかまあ、失わないですね <laughs>。なんで、まあ、やった方がいいと思いますけどね。はい。ということで、まあ、やらないけど、やった方がいいということですね。いってらっしゃい。